アルバコアはアメリカ海軍の潜水艦。類的型船体の先駆けとなった実験潜水艦であり、同型艦はない。艦名はマグロの一種ビンナガ,ガマグロにちなむ。その名を持つ艦としてはガトウ級潜水艦7番艦以来3隻目。その設計はドイツの21型 U ボートの影響を大きく受けた。アルバコアは1五十二年三月十五日に メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。1953年8月1日に J.E. ジョワーズ・夫人によって浸水し、1953年12月6日に艦長ケネス・シーガンマーソン少佐の指揮下収益した。ディーゼルエンジンの頻繁な故障により予定された計画の遅れを生じ、アルバコアのサーパス計画支援配備は取り消され、不活性化の準備が始められた。 アルバコアは1972年12月9日に退役しペンシルベニア州フィラデルフィアで保管された。1980年5月1日に除籍され、1984年4月後半にポーツマスに牽引される。アルバコアはポーツマスのカンドックに牽引される途中にポーツマス湾で泥の中に立ち往生した。1985年にアルバコアは記念物とされた。 アルバコアは20年以上に及ぶ実験潜水艦としての活動で海軍の流体力学に関する理論と実際に関するデータ収集に大きく貢献し、それはより早く、より静かで、より安全であり、高機動性を持つ潜水艦の設計に役立てられた。海軍はアルバコアの運用でもたらされた潜水時に最適な船体を建造する努力と、 核動力による高出力を1956年春に寄港したスキップジャックで結びつけた。この二つの概念は後に建造されたすべての潜水艦においてお互いを補足し合った。アルバコアは現在ニューハンプシャー州ポーツマスのポーツマス港海事博物館及びアルバコア公園で展示される。アルバコアは国家歴史登録材に8900万1 7 7番として 登録されている。また、1989年4月11日に国定歴史建造物に指定された。ありがとうございます。